今年は関西対決ということになりまして、実は関西対決は59年前にありまして、うん、はい、南海阪神の時代に関西対決だったんですけれども、関西のチームが日本シリーズで当たるのはこの59年ぶりということになります。いやー、いいですね、うん、まあね、お互いね、リーグ優勝したチーム同士ですから、こうなってほしいって、はい、僕もちょっとどこかで望んでいた部分はあるんですけど、まあ、確かにね、本当にしっかりなったっていうのは。いや、でも京セラに阪神ファンがいっぱい来ますよ。京セラにも行くし、どうなんでしょうね、このチケットの売れ方に。これね、日本シリーズって NPB 管轄なんですよ。どうやって入るのかなっていうところはちょっと気になりますよね。確かに阪神主催だと、あのビジターチームがもっとちっちゃいところに、ね、そうありますけれどもね。ずつこれ開けてみないとどうなるか分からないというところですけれども、さあ、ということで、あの日程とね、ちょっと先発ピッチャーどうなのかというのを、うん、あの岩井さんちょっと見ていきたいなと思うんですけど、いや、悩みましたね、これは。これね、岩井さんちょっとさっき入れていただいたんですけれども、うん、まあ、まず第1戦第2戦、これ京セラから始まるんですよ、はい、これオリックス、山本、宮城っていうのは、これはやはりこの2人の方がいい、もういきなり。そうですね、ここ2つ入れていくことによって、まあ、4戦5戦目いけるっていうことと、うん、まあ、山崎福也ってやっぱね、バッティングもいいですし、まあ、その打席立つ DH じゃないところで使いたいっていうところですよね、うんうん、で左右左って挟みたいっていうところ、まあ、比較的オリックスはローテーション僕は組みやすいかったんですけども、うん、はい、阪神ですよ。これ阪神10勝してるのが村上、大竹、伊藤なんですけど、そうなんですよ、西2番目に入ってるのこれは。そうなんですよ、僕ね、大竹、伊藤、甲子園でのイメージがやっぱりいいので、確かにここの2つで、うん、行ってほしいなっていうところと、やっぱ西はもともとオリックスだったんで、あのマウンドで投げることに対して僕得意としてると思うんですよ、はいはい、そうなると、まあ、2戦目宮城と西でもいいのかなっていう、もしそこで落としたとしても、その後大竹伊藤で取り返せるぐらいのその信頼感はこの2人にはあるのかなっていうふうには思いますね。まあ阪神としては逆に西で取れたらこのシリーズもらったぞみたいな感じになるんですよね。そうなんですよ、だからもうどっちにしても1戦目がとても大事にはなってきますよね。そうですね、これで勝ったチームはこの2戦目以降かなり優位に進めていけられるような感じします。でもどっちにしても接戦にはなると思います。そうですね、はい、なんか最初の京セラでの2戦、そう、この1戦目2戦目っていうところちょっといきなり、まあまあ普通にいけば多分ね、大竹なんでしょうけれども、2戦目僕はちょっとね、あえて五十嵐色出しちゃいましたね。五十嵐色で2試合目に西勇輝を、そうそうそう、まあ確かにそうですね、まあ、ここはちょっと本当に、まあ、長嶋監督、岡田監督名将ですから、うん、ちょっとピッチャーの采配にも期待したいと思います。そしてですね、両チームのちょっと成績をまとめてみたんですけれども、こちらですね、はい、ご覧いただいているように、得点が多いのは阪神の方ということで、逆にオリックスは、まあ、得点は3位なんですけれども、ロースコアのゲーム勝ってきてるっていうことがこれからも分かるかなという感じがしますよね、はい。まあ、ただ防御率も失点も両方ともリーグ1位なんですね。すごいですね、うん、まあ、ですから本当に実力がどっちが上っていうことはもう本当にないこのシリーズということになってくるということです。さあ、そんなですね、オリックスと阪神、もうここで五十嵐さんが見る両チームのキーマンをね、伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まずはオリックスから日本シリーズのキーマンをお願いします。はい、はい、こちらです。わあ、出た出た出た。まあでもね、やっぱりその1戦目を勝ったチームがいい主導権を持ってその後進められるっていうことと、はい、まあ、1戦目いくことによって5戦目いけるんですよ。そうですね、なると、あ、まあ、この山本投手の1戦目の仕事ぶりはとても大事だし、うん、はい、ここでいいピッチングして MVP を取ってアメリカに行くっていうところをなるほどね、なんとなくイメージしちゃったっていうので、確かに、まあ、やっぱりなんだかんだでエースでしょっていう。そうですね、うん、まあ、これ状況によりますけど、もしかしたら1戦目が日本最後のマウンドになる可能性もある、まあ、可能性もあります、可能性もある、はい、っていうところもあります。変化によってはね。そうですよね。ただ山本投手って実は日本シリーズでそんなに勝ててない。そうなんですよ ね、 ね、 ね、これね、結果出てないんですよ、まあ、ただいいピッチングはしてないわけではないので。そうなんですよね、うん、まあ、ここいいじゃないですか、アメリカ行く前にね、もう可能性が非常に高いので、そうですね、いいピッチングしてね、うん、オリックスさんも行ってほしくないけれど、山本ありがとうみたいな。確かに最後ね、うん、そうそうそう、大事ですよね、その締め方、うん、見たいなっていう、はい、そんなオリックスに立つ阪神のキーマンお願いします、はい。こちらね、バッターの近本選手、はい、あ、近本選手ですか。もうここですね、一番バッターね、まあ、打線のキーマンになります、はい。まあ、ここはね、もう出塁率も高いですし、塁に出ることもできる、うん、ランナーを返すこともできるっていうところで、はい、まあ、打線のキーになりますね。そうですね、はい、この後中野選手と、ね、主軸とつながっていくので、うん、まあ、今後8番の木浪選手の出塁っていうかもうポイントにはなるんですけれども、はい、もう返すこともできるしっていうところでね、うん、まあ、彼は足もありますから。そうですね、まあ、こう彼が出ることによってかき回して、うん、なんとか点
につなげるっていうシーンが多く見られるんじゃないのかなっていうふうに思います、はい、まあ一番だったらいきなり山本近本から始まりますからね、うん、シリーズがね。そうなんですよ、初球とか振ってきますからね近本選手ね。もともと対決で、ね、もうね山本近本もともと対決、もしかしたら結構今シーズンあったかもしれないですけどね、はい、はい、この近本選手の、まあ、いきなり先頭打者から振ってくるっていうのはちょっと楽しみにしたいなというふうに思います。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。